わ、すごい、雄大な琵琶湖の景色が。石田三成、あれ、俺を暗殺したっけ。全然違う。それ明智光秀。あ、うまっ。久々にですね、長浜の観光に来たんですが、なんとね、17時回るとね、もうほとんどのお店がちょっと閉まってるみたいでね、まあ、ちょっともう観光は諦めて、ご飯食べに来ました。ご飯食べるとこもね、なかなか空いてなくて、まあ、ちょうどね、お見つけました。グリーンホテルさんの1階になります。焼き鳥の名門、秋吉さんに来させていただきました。乾杯。卒業おめでとう。はいはいはい、乾杯。あー、うまっ。これ皮。美味しい。すごい、そう。さあ、どうでしょうか。うわ、美味しい。めっちゃ美味しいよ。うん、美味しいわ。うまっ。え、うまい。うん、美味しいな。美味しい。出た、ハルルガッツポーズ。美味しいわ。お願いします。うん、美味しい。なんて？あ、そうやな。あば、できたて。え？できたて。できたて。おいしい。カリカリ。もう春行け。春行け。そのままか、そのままかからしやって。かん。そんな熱い。熱い。え、そんなに熱い？若鶏フライです。美味しい。おい、ごちそうさまでした。美味しかったです。めちゃめちゃ美味しかったな。さあ、行きましょうか。あ、すごい、赤こんにゃく売ってるやん。ほらほらほら、近江八幡の。アイスクリームやん。あ、お菓子。お菓子持ってるやん。あの、こっち来て、あの、こっち来て。何これ、 JIB。 あ、ほんまやな、多いな。何これ、なんかブランド、ブランドやな。知らんな、聞いたことないな。何、何だ、タイちゃん、どれさ、これ何か、これ何、これ、魚。うーん、なんか分からんキャラやな。分からんな、なんか。やったー、お風呂や。どんなお風呂かな。どんな風呂？欲しいわ。欲しいない。おめでとうございます。
三等やて。三等当たりやて。五辺角役。帽子かぶってるやつか。これや。ああ、ほんまや。あ、ほんまや。帽子かぶってるやつや、ほら。でも、これも可愛い。これや。え、多分これが一番の当たりだ。さあ、お風呂行こう。飛び込んだら海。はい、お風呂行くよ、お風呂。パパ。うん。パパ見られそう。うん。はい、お風呂行くよ。大丈夫？大丈夫。うん、あ、プールはあっちだね。太閤温泉。あ、コインランドリーか。ここやな。あ、こっちこっちこっち。はい、ただいま少し混み合っております。あ、ほんまや、女性が混み合ってるって。洗い場がないときやった。よし、行こう。あ、こっちやで、男行こっち。はるくん、お風呂どうでしたか。めっちゃ気持ちよかった。はちゃんは気持ちよかった。髪の毛、めっちゃ濡れてるやん。ふけ、髪の毛。これ、うん、はい、お風呂上がってきました。めっちゃ気持ちよかったです。今サウナもあったんでね、はい、思いっきり堪能することができました。お水風呂入っても体が熱々ですわ。はい、チーズ。なんでハロあんな。なんでそんな変な感じなの。なんか素敵やな、この辺。やってるやんの。はい、チーズ。